始まりました。あすなさん、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます、ね、元気でしたか？まあまあ元気ですよ、まあ、ものすごい元気そうよ。さっき始まる前にもうめちゃくちゃもういろんな話をねずっとし尽くして止まらないんで、相変わらずね、カメラ回しましょうということで、あすなさんはね、まあもうご存知の方いっぱいいらっしゃると思いますけども、あれちゃんのね、みんな母ちゃん、そうお母さんでいらっしゃって仲良し仲良し、まあ、喧嘩するほど仲いいということで、あの毎日喧嘩しながら仲良くさせていただいております。そうやな、私は喧嘩してないよ。ちょっと待って、私が重要だ。私がなんか怒られるわ。いや今日はもうなんか何の話する？うちらさ前話したやんか、あの日本に来た時にその日本の第一印象どうやったとか、うん、カルチャーショックなんやったかっていうのを。でもお母さんの方が、まあね、多分大人になってる時に日本に来てるから、もっとなんか記憶に残ってんじゃないかなと思った。28歳の時来た。28歳、まあ、だから20年以上前に日本に来た時に。じゃあもうなんかちゃんと大人になってからやね。20年以上だったらなんかバレるよ私も。じゃあやめとく。日本のバブルが崩壊した直後ぐらいに来てる。ソ連崩壊したっていうね。1998年に来た。あ、同じぐらいです。じゃあ、アスマさんと私が日本に来た時、98年に来た。同じ年に来ました。あれはね、宇多田ヒカルのオートマティックが発売された。あー、そう、私は何、お母さんも違う、あちこちね、いつもそのいつオートマティック聞こえます。あ、じゃあ一緒持ってるよ。そうや、ちょうどあれはね、9月来たらね、9月覚えてる、なんかちょっと蒸し暑さって、で私がね飛行機でね降りて、でね家に到着してね、疲れてきてね、テレビつけたらね、ドラマが春の木漏れ日の中で君の優しさに国語教師。でその絶対その約束した自分にその歌勉強して、分からなくても歌いますって、一生懸命頑張って勉強してその歌を歌ったよ。そもそもさ、なんで日本に来たんですか？結婚したんですよ。結婚その時なんか結婚してから来たの、それとももっと昔に日本に来たことあるってこと？昔はあの来たんですけど、ちょっとあの24歳の時。じゃあ24歳が初めて日本に来たじゃん。1週間だけね、なんかあちこち行ってたりして、1週間、2週間、そう、2週間。だから、東さんとね、職業柄、もういろんな国をね、回ってたから、そのいろんな回ってる国のうちの一つやったってことなんかな。世界中行った。逆に簡単に言うのは行ってない国。アメリカとか、ニュージーランド、アストラリア。あとはどこでも行った。すごい。それって、ソ連の時にそんなにいろんな国回れるの？あれソ連じゃないよ、それは。もうその時はソ連じゃなかった、ね。94年から。あ、じゃあ94年から98年までの間にもう仕事で世界中を回ったの。そう。91年の枠で妊娠して。終われるとか。どうでした？でもソ連が崩壊して初めていろんな国に行ってどんな感じでした？もちろん最初はもちろんすごく、やっぱりずっとロシアだからね、ものすごい楽しんでるけど、遊びに行ってもね楽しいけど、でも帰りたい、それにね。いろいろ楽しくて新しいものが見えて、うわすごいと思うけど、落ち着きはなかった？ない。日本どこに行ってもね、あのどんどん楽しんでも、やっぱり家に帰ってきたらね、あの貧乏暇なしでもやっぱり落ち着く。でもそれでもやっぱり日本に行こうと思ったのは、やっぱ結婚することになった。旦那さんと出会えてね、ありがたいわ、私と結婚したのは、うん。一応ね、あの聞いてる人がね、初めての人もおるから分からんかもしれへんけども、まあ、91年にアレちゃんもロシアの男性との間にお作りになってて、 その後でロシアにある日本の会社に入って、そこで日本の方と出会ってっていう話やね。なんでアレちゃんはだから、その今の日本のお父さんと血がつながってるわけではないっていうところでね。ロシアの人って日本の人と結婚するってなった時、家族とかみんな珍しがった？実際はね、旦那さんの家族を最後まで知らなかった。家族の反応は、連れて行った時ね、お母さんもお父さんも何もない、まあ、あ、そうですか、ロシア人で、あとはね、時間経って聞いたらね、お母さんが言った、
いやもうロシアにね住んでたからね、ああなんか誰かがいると思ってたからね、最低分かってたと言ってたよ。その誰かがロシアに仕事でね、ずっと行って、そう、集中行ってたからね、ロシアの女連れてくるんだろうなって思っとったんや。私のことをすごく大事にしてくれた。私にね言ったのは、息子を結婚した人はなんか間違いなく私も好きにならないこと。聞きたいのが、そのロシアの家族はどうやったんかっていうこと、日本の人と。それが結婚した時はお母さんも来たんですけど、うん、で彼女も来たんですけど、またちょっと5歳で初めて日本の人と出会うって珍しいじゃないですか、当時のロシアは。あのね、お母さんはね、私のことずっと17歳の時からね、自分でね、いつも決めたからね、もう諦めた。私何するかもう何してももう仕方がないと思って。なんかね、多分十何歳かで出て行ったんだよね。17歳で私出て行って、大学で何グルジアとかの中間のとこから、ね、モスクワに行っちゃったんだって、ね、そのなんか私いろんなことやりたい、世界に飛び出したいみたいな感じで、だから世界中点々と回ってんの不安やったやろうけど、その時は点々はなかったけど、とりあえずモスクワから始まるってね思ってて、女優大学行ってた、2年間勉強して、うん、女優の大学に行かれてた。私はティアター、劇場、劇場、映画の、まあ、女優さんじゃなくて女優、ね、劇場のね、そこに2年間入ってて、でも実際はね、すごい難しいところだったよ。がっかりいっぱいしてたよ。すごい裏がね、あまり良くない。裏がね、やっぱり芸能の社会、芸能がね、良くないでね、うん、それ見てたらね、すごくいい仕事もらうために、なんかいろいろなんか、分かった、だから深く言わなきゃ、深くは言わへんけど、こっち系が多分あったんやろな、そういうのでな、もうで、ね、仕事をつかむ人がおったんや。だからね、やっぱり成功するためには何かと乗り越えないといかないかもしれない。でも私はそれを切れなかったよ。でそれでやめた。なるほどね。そこの世界のルールの型にはまることはできんかったんやな、多分ね。でも映画出てるでしょ。でフランスとね、ロシアのちょっとフランスだけ見える映画出たし、あとアニメーションもね、こういう使ってしてたし、これもあと何役で出たんですか。あれだったよ、ロバ。え、どういうこと、ロバ役で出た。いや、ロバ の声優さんもやったらしい。ロバってこと、ロバ、ロバ、違う違う、ロバ、アニメーションのロバのアニメーション、その声が私の声優やったん。なんかちょっとそれを話しててもね、まあいいですよ、そんなに面白くないやったら、じゃあそいいです、そこに道を入れてるんですけど、だから長くなりそうやからさ。そうそう、良かったんですか、旦那さんの新しい人も。それが俺ちょっと気になる。女はね、28歳で子供持ってたらね、もう恋だけ考えないよ。この人と安定してどうやっていくってこと、経済面とか、経済だけじゃなくて、この人どこまで私を耐えられる、どこまで私のこと愛してる、どこまで私の子供を見て、本当に娘のことね、すごく大事にしてくれた。だから愛ってね、真ん中心でしょ。恋は下心、愛は真ん中ってこと。私たちは下心を始まって乗り越えてきてね、その旦那さんとね、いろいろあって二人が永遠の愛終わらないなったよ。愛って純粋。あすまさん、金八先生みたいな。違う、それは本当のことよ。ね、大変なこと何があったんか。大変こといっぱい、ほんまにね、もう帰ると思ってることあってね、もう全部捨てて、それはね、彼のおかげで私は続けたよ。あ、そう。で、彼がね、私に言ったことが、だから、それは何だったの。違う、何が言っときますか。何が違うの、まあまあ。すごい大変なことはね、日本人の出さない顔に。あ、私は熱い人でしょ。感情を顔に出さない。感情を出さない。熱い人でしょ、私が。すごいオープンね。うん、もう、それは私の性格。でも、日本人は完全に違う。怒ってても、それだけじゃなくて、面接行くときね、またね、電話しますっていう。でも私がいつもなんか言って、なんでまだ電話しますって言ってるなのに電話してくれないんで、旦那さんが、あんたわからない、まだ電話しますってことね、もう次がないってことって言われて。ああ、そこが分かんなかったんだ。例えばはっきりと仕事を採用するんだったら、だけじゃなくて、ね、採用しますねとか、あ、ちょっと今回はダメでしたね言わずに、大丈夫です。じゃあ、刺しましたらまたご連絡いたしますのでって言われて、連絡来ないって。ずっと待ってたね。笑いこともしないよ。まあ、そうだけど、でも。はい。うん、そうですか。でも、電話します。それ特定の人のことを真似してるようになった。ね、でもさ、ロシアの人の方が笑わへんって言うやん。笑わないからっていう、ね。すごい感じがいい、日本人がね、思うのが笑わないってこととね。うん、ロシア人はね、笑いたいとき笑う。心からね、もう面白かったね。はぁ、あ、
分かってでもらうよ、うん、今分かった私は時間だったから、うん、それは普通よ。ロシア人はそういう感じ、日本人はやっぱりねサービスするとかね、人間の昔からね、まあ、ね、相手を思って平和的にね終わらせる、私たちも思ってるけど、でもロシアの相手も分かってるからね、それは文化の違うから全然そこを注文してたらあかんよ、なんかすごい注目するのがやめとくいいよな、それは絶対あのたどり着かないよな、日本人もロシア人も、うん、ただね日本人はね思ってることとね中のことでね出さないから、それではすごい悩むよ、うんうん、ロシア人で。それが悪いことってわけじゃなくて、単純に文化の違いとして理解するのがなかなか時間がかかったってことね。感情を出さないっていうことにも日本の理由があるからね。それはすごい大変かったよ。そうね、なんで私乗り越えたってね、すごいいいこと言うとね、私悩んで家に帰るとね、もう日本に住むことできない言った時、旦那さんがこう立てて私の前でね言ってたよ。知ってる？最初はねすごい難しい、でもね、あとはだんだん人間何でもなれるって言ったよ。このね、1週間、1年、あなたが我慢してたらね、乗り越えてたどり着く。でも今、諦めたらね、人生、諦めたからずっと最後まで諦めていくから、ちょっと半端で終わりって言った時、ここにね、入ってた。刺さった。で、それを言った時、私はもうこう見たら、自分と自分のね、落ち上げたね、ぶつかっていくと思ってて、で、結局、知らないうちに24年日本で、住んでたね、まあ、住めば都みたいなこと言うからななればやっぱ大事なんやね。日本人もやっぱりね最初人にオープンしないからね、でも日本人は本当にすごく信頼になったらもう全然問題ない、うん、だから私今すごいあの会社働いてるね、めっちゃいい会社、みんなによろしくお願いします。私の会社宣伝入ります。日本人、日本人ね。なんて会社ですか？あの会社、代表誰ですか？あの黒木社長、名前黒木社長、黒木社長さん、あのよろしくお願いします。なんでいきなり黒木社長の話が出てきたの？だからね、なんでと言ったらね、なんでその人がオープンになってくれてる、黒木社長が理解してくれた、受け入れてくれたんだって。あ、そうなんや。その当時働いてた会社ってこと？今もおるんや。難しい。あの黒木社長、ありがとうございます。ありがとう、なんか。でもその時の当時の日本はどうだったのよ。日本に来た時には景気がどんな感じだったの？よかった。あのサザンオールスターズもね、サザンオールスターズ。さっきから曲が多いな。ドラマだ、曲が。サザンオールスターズとか、あとなんかあの It's All the Money ですね。宇多田ヒカルね。宇多田ヒカルとか、あと。浜崎あゆみちゃん、その時は。そう、浜崎あゆみちょうどあの時期よね。いや、嬉しいな、あすまさんがあゆのことを喜んで聞いてくれてたって。あ、結構ね、あの人の歌はね、あゆみちゃんがね、あゆみちゃん、あゆみちゃん、あれ、あゆみちゃん、間違ってはないね、あゆね、あれ、あゆみちゃんになってるよ。あゆみちゃんやんな、浜崎あゆみちゃん。で、彼女はね、一番なんかモデルスタイルが入ってきたでしょ。でね、その入ってきて、あのその服のなんかスタイルとかね、短いその金髪して、サングラスつけてね、そう、ね、その時やっぱりなんか新しい風がなんかすごくなんかスタイルが来てね、で歌もね結構いい歌がいっぱいあったよ。でもアスマさんの日本語って結構難易度高いものを使ってると思わへん？新しい風が吹いたとかさ、外国人は絶対言わへんやんか、そんな言葉。そんなの、アレちゃんも多分知らんで。勉強好き、本もいっぱい読んで、日本の本もねいっぱい買っててね、読むようにしてたからね。日本語の本読めるんですか？だからね、分からない感じやったらね、なんかつながってね、調べて読んでますよ。すごいね。うちのお母さんもさ、そうや、昔覚えてるよ、白色の辞書でロシア語と日本語が書いてある辞書、こんな辞書もボロボロにするまで持って。私たちはそういう、それの時ね、すごい勉強が強かったから。で、私がね、あの松尾芭蕉、最初日本、ロシアで松尾芭蕉のね、あの読んでたよ、ロシア語でね。ちょっと前にさ、ロシアのドラマで見て、なんか興味深いなと思ったのが、なんか田舎の方で病院がないから、電車が、なんか病院の電車があって、それがこう地方の方に行って数日間そこで治療して、また次の町に行くっていう電車の病院のドラマやっとって。それロシアです。そう、でもね、ロシア広いからね、私は本当南でしょ、たまにね、あまり広いすぎてね、その例えば2000、3000キロね離れたところね、あの知らないこともあるけどね、うん、私の場合はね、完全に山の上で住んでたからね、
美容院すごい遠かったよ。ハイジですね。もうハイジ、ハイジ、もう本当にハイジ。そう、だから私もハイジみたいなセックスしました。だからヒップセックス？ハイジみたいなセックス。あ、セックス。ハイジってセックスしたっけって思った。びっくりした。生活をしたの。あんたがセックスいいから。いや、あんたでも言ったよな、今。セックスになった。ハイジみたいなセックス。ブランコかな、だからあのブランコはどういう意味みたいな。生活が生活痛になってる。日本とロシアはね、一番なんか似てるかもしれない。ゴルバチョフも言っとったけど、一番成功した社会主義の国は日本だみたいなこと言ってたりもするからね。全体的にみんなで行動、ね、団体行動みたいなのがね。ロシア人の中でね、いいものも悪いものもいつもね、激しく戦ってるから落ち着かない。どうやって止めるそれ。もうこれはね、止めるのは、ずっと繰り返してる。ずっとやってるのもいい加減に。止めるのはね、ロシアの止めるのはね、若者に任せる。ちょっとブーバーで、スプラディティブイブで。選挙はちゃんと正確にできるべきだっていう。そう。でもそれをさせてくれへんもん。でもね、うまいこと。年寄りの人がばっかりね、その家に来てね、自分がね、前みたいな。なんか住みたいからね。指導者が年寄りばっかりだから、あのやっぱり若い人、ね、若者にちょっとあげてよ。変わらないといけないんだね。私がソ連生まれでしょ。とっても良かった。だけど今そのソ連作りたいと言ってもおかしいよ。それは終わってること。お城に戻ることさえだけでね、もう失敗よ。考えるだけで失敗よ。お城に誰が戻る。前向きにしない。今はロシアはソ連に戻りたい。でもほんまに腹立つよ。なんで思い前向いて成長、勉強、お金持ち、国がね、すっごく咲かせてね、あげたらね、どんな国でも仲良く入りたいよ、その国。だからなんで言う人、思い出があるからね、懐かしいやるから、ね、私は生きてるよ、ああ、懐かしい。だからね、懐かしい。でも、2回戻らないでしょ。愛してる人も2回ももう行かないよ。失敗、行ったら失敗よ。日本もすごいだったよ。今の時代にいろんなものをもう見てしまってるから、過去に戻ってあのものがなかった時の幸せをもう一回やろうとしてもおかしいでしょ。感じないっていう。そうなんだ。もう一回やることがおかしいよ。でもだからその時代やったからこそ幸せに感じてたっていう。そう。でも今の私たちは子供、私たちの子供の幸せ考えないとダメ。自分の幸せがそこであったから、もう50歳でね、まだ自分の幸せエゴイストよ、それは。だからね、昔懐かしき古き良き時代を築こうとするのではなくて、今の子供たちがこれから幸せになるための世界をちゃんと考えて自分らで作っていかんとあかん。子供たち今若いものが今かわいそう。だからね、俺ね、やっぱりずっと思うけども、幼稚園とか保育園とかへの税金ももっともっとかけんとあかんのに、そうそう、結局高齢の方にばっかり税金今使ってる状態で。でも高齢の方が選挙に行くからね、そう、人が多いからね。でもほんま、保留からしたら税金高くなってもええから、もっと子どもの教育とか育てる環境をもっともっと良くしてほしいなって思うんやね。どんな生き方してもね、終わりが近づいたらね、どんな金持ちでもどんな貧乏でもね、心がもういつ終わってもおかしくないだからね、あの精神的にすごい難しいよ。あんたちに今わからない、まだ若いから。わからないこと言ったら政治の話になってんだもん。マスマさん、まあ、日本に来ていろんなね体験されてらっしゃるけど、なんか聞けば聞くほどまたどんどんいろんな話が出てきて、ほんでね、終わりがなくずっと話されるので、まあ相変わらずね、私は相変わらずごめんなさいね。なんかもうなんか我々の代わりにもう出てもらってさ、ほんでカメラ止めてもずっと続くからな、だろお伝えさせていただくけど、まあ、それだけいろんな経験をしてらっしゃると思いますんで、はい、ということでね、またあのご希望があればすまちゃんまた見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。